スタートしました。右にエンドがホームの矢山 FC、 水色のシャツです。そして左から右へと攻めていきます。白いシャツに黒のショートパンツが東京ヴェルディになります。合いませんでした。安西光輝、そしてアランピレーロのシュートですが、キャッチをしています高岡。いや、オプソアに抜けていく、そしてシュートは枠を取れられませんでした。惜しいシーンでした。欲しいですよね。最近なかなかスタメンでも出れていませんし。そうです。安西光輝が運んでいく。さあ、ワンツーになってディフレクション。非常にいい攻撃でしたが、ヨンアピン選手。さあ、セカンドボール、田村からクロスが入ってくる。さあ、こぼれ球、シュート、来たから来た、高木義昭。ヴェルディ同点に追いつきました。バイタルのとこ本当にすっぽり空きました ね、 ましたね、はい、逆に3バックにしてボランチのとこ人がこういなかったんですよね、はい、後ろに置いてもやはりあそこにうまく配置してないと。内田、そしてここはクリア。ここで長い笛が吹かれました。1対1、結局は勝ち点1を分け合ったという形になりました。